ストルミツァは、北マケドニア共和国先部最大の都市で、ノボセロ近くでブルガリアと国境を接する。都市周辺の地域には、約10万人の人々が居住している。都市名は市内を流れるストルミツァ川にちなみ、ストルミツァ市は、ストルミツァ基礎自治体の行政的な中心地となっている。町が最初に研究されたのは、紀元前2世紀頃、ギリシャ語名で、星のを意味するアステレオンで、 クラウディオス・プトレマイオスなどにより記されている。後には、テベリオポリスの名称でも知られ、現代の名称は中世のスラブの住民による。現代ではギリシャ語では、ストロムニツァ、トルコ語ではウストルミジャである。考古学的な調査によれば、ストルミツァは、紀元前6000年に遡る。その証として、新石器時代の集落、スタラナタガ・アンゲリチの村近くで見つかっており、 同様に、ストルミツァ近くでは、ツザールの塔が発見され、新石器時代後期から青銅器時代初期の戦士時代の文化が、ストルミツァ周辺では存在し、それらの跡が発見されている。ストルミツァが最初に研究されたのは、紀元前2世紀頃アステレオンの名称であった。アステレオンは、パエオニア人の部族がアストレート故障していたことに由来する。紀元前168年。 マケドニアはローマの保護領となり4つの地域に分割された。アストレオンは第二のメリダに入った。紀元前148年にマケドニアはローマの属州となった。ローマ期に町の名称はティベリオポリスに変わっており、パトロンであったタイビリアス、クラウディウスメロンに捧げた大理石の彫像が証明しておりこの人物は2世紀後半から3世紀初期に駆け生きていた。 クラウィウス・クラウディウス・ユリアヌスが統治した時代、ティベリオポリスの15人の新品致命者が虐殺された。395年に、ローマ帝国は分割され、マケドニアはビザンティンの領域となった。後に、ティベリオポリスは4世紀後半に、マケドニア・サルダリス州となり5世紀には、マケドニア・セクンダとなっている。スラブ人の移動により町は660年頃から730年頃に、かけ、 大きな破壊を受けた。スラブ人部族のストルミツァニが定住しストリモン側に、ちなみ、ストルマと名付けている。短い期間、ストルミアニという独立した、スラブ人の広告がビザンティンに征服されるまで存在した。845年から855年にかけ、ビザンティンの軍隊は、ブレガルニツァストルミツァ地域を支配していた。後に、ストルミツ地域は、 ブルガリアの君主ボリスにより支配される。ストルミツァは969年までブルガリアとして残り、その最初の反乱が起こると、ツザール・サムイルの国の一部となる。1014年7月19日にベラシツァの戦いが起こり、ザー・サミュエル率いるマケドニアの軍隊が、ビザンティンのバシレオス2世により打ちまかされた。1018年にビザンティンはマケドニアを手に入れる。 11世紀の天教により、最初に、ストルミツァと書かれている。12世紀に、ビザンティン中央の力が弱まると、多くの封建領主が独立していった。ストルミツァ地域では、ドーブローミールリスや後にドーブローミールストレスなどが、いた。しかし、ビザンティンはついには、独立した封建領主の存在に終止符を打つ。13世紀にはマケドニア、セルビアからの攻撃を、 受けるようになり1334年までの一定の期間、ハーリアがストルミツァや近隣の地域を支配していた。その後、セルビアをステファンウロシュ4世ドゥシャンにより町は引き継がれている。ネマニッチ長が1371年に耐えると、マリツァ側の戦いによって、デアノビッチ兄弟により、ストルミツァ周辺地域は支配された。この支配は、バルカン半島へのトルコの侵入により、 短期間で終わり、1382から1383年には、ストルミツァ周辺はトルコにより征服される。これにより、この地域の中世の時代は終わりを告げた。オスマン時代を通じて、ストルミツァの町の名称は、ユスティルムジェの名称が使われていた。ストルミツァは、キュースタンディサンジャクに加えられ、ティマールスパヒ制度が確立した。トルコ出身の遊牧民や、 畜産家が居住するようになり町はより、オリエント的な様相となっていった。1519年の統計ではストルミツァの人口は2780人で、そのうち1450人は、キリスト教徒で1330人はムスリムであった。イスラム教练の改修がこの地域でピークを迎えた、時期には1570年の調査によると、ムスリムが2200人。 キリスト教徒が1230人であった。17世紀、ストルミツァはカディリクの中心地となる。この時代に、ストルミツァには、トルコの旅行家であったハジカルファ、エブリアチェレビが訪れており、ストルミツァで当時見つけすべてのムスリムの建築物を記録している。18世紀後半から19世紀初期にかけストルミツァは、ソルン三尺の一部であった。ストルミに、 最初のマケドニア人の学校が開校したのは1860年のことで、最初の教師はシュティップからのアルセニコステンツェーブであった。この時代、ストルミツァからはフレスコ画の巨匠バシルギオルギエフとグリゴリー・イーペトサノフの作品が生まれている。彼らは当時、ストルミツァに建てられた多くの教会のフレスコ画やイコンに取り組んだ。1878年のベルリン会議によりトルコは、 バルカン半島の領域の大部分を失い、その中には、ボスニアやセルビア、モンテネグロなどが含まれ難民がマケドニアに流れ込み、その一部はストルミツァで終わっている。これらの人々は移民を意味するムハジルと呼ばれていた。トルコの支配下によるマケドニアのコラエガ大郷は1893年10月23日に、サロニカで内部マケドニア革命組織の結成をもたらした。 ベムロの最初のストルミツァ地域での案は、ダビレからのストヤン・ニオルギエフによるもので、ストルミツァに最初の地元委員会を組織した。革命組織の取り組みは行われていたが、この時点ではまだトルコの支配は残っており、マケドニアの人々に自由はもたらされていなかった。1912年の第一次バルカン戦争でトルコは、セルビア、ブルガリア、ギリシャ、 モンテネグロの共闘によって打ち任されストルミツァを含むマケドニアから追われた。ブルガリアはストルミツァを攻略している。第二次バルカン戦争ではブルガリアは敗北する。しかしながらブカレスト条約によりストルミツァはブルガリア統治にとどまった。ストルミツァに駐留していたギリシャ軍の撤退の決定により反乱が起こり。 町に火が放たれ1913年8月8日から15日まで燃え続け、1900以上もの公共や民間の住居や建築物が燃えた。ブルガリアの統治は1919 19年まで続き、その後ユーゴスラビア王国の一部となる。マケドニアの人々の権利は王国の中ではなくセルビアに同化されていた。第二次世界大戦ではストルミツァは、 ドイツに1941年4月6日に攻略され、ブルガリアとの同盟のための合意により1941年4月18日にブルガリア軍に移乗された。ストルミツァを含むマケドニアの人々はファシストの国の支配に対して不満を感じ軍事的な行動を開始している。1944年9月11日、ブルガリア軍はストルミツァから追われ、同年9月には ドイツ軍も町から追われている。第二次世界大戦後、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国のマケドニア社会主義共和国となった。1991年9月8日に国民投票によりマケドニアはユーゴスラビアから独立した国となった。今日、ストルミツァはマケドニア共和国でも開発が進んだ都市となっている。ストルミツァの人口は54,676人である。 ストルミツァはマケドニア共和国の農業の中心である。食品産業や織物産業、国内や国際間の小取引なども発達している。ありがとうございます。